SCP-256-JP オブジェクトクラス、ユークリッド、特別収容プロトコル。 SCP-256-JP は周囲 1km 内に墓場の存在しないサイト801の隔離密封された保管庫に保管されることになっています。 SCP-256-JP-A は2つ以上ある場合は1つを残して全て通常の方式で処分してください。 SCP-256-JP 保管庫内部の清掃や管理は全てロボットにさせてください。またこの際使用されるロボットはなるべく風や振動を起こさないものが望ましいです。 SCP-256-JP の収容違反が起こった際には周囲もしくは全国の墓場で何か異常な植物が発見されなかったか調査し、SCP-256-JP を SCP-256-JP-A が放出される前に赴き確保してください。説明。SCP-256-JP は、異常な性質を発揮し、墓場で咲き乱れる様々な種類の植物を指しています。その際に咲く植物は、日本の自然環境で避ける性質以外に法則性はないように思われ、時折未知の植物が咲くこともあります。SCP-256-JP は土葬された死体や遺骨の上に咲く植物です。この際、上の地面がコンクリートや墓石等で固められていようと、それを押しのけて咲きます。SCP-256-JP を目撃した人々がその下に埋められているものと親しかった場合には、彼らは精神的に汚染され、SCP-256-JP を眺めている間は猛烈な悲哀、懺悔、解雇の感情に囚われます。そして時折、汚染された人々は SCP-256-JP の上に亡くなった人が見えたと証言することがあります。また、SCP-256-JP の上に見える人物は生前の記憶を持っているらしく、見ている人物に何かを命令したり嘆願したりすることがあります。見ている人物には懺悔等の感情が渦巻いているため、大抵の場合はその要求を拒みきれません。また、SCP-256-JP は下に埋まっている人物たちが、慕われていたり、多くの人物の記憶に残っていたりするほど、綺麗な植物を咲かせます。そして、SCP-256-JP の群生している箇所で一番慕われている、と SCP-256-JP が判断する場所、に他の花、より一段と大きい植物を咲かせ、次代の SCP-256-JP を作る元となる種、SCP-256-JP-A を刺す、を風に乗せてどこかに飛ばした後に枯れます。SCP-256-JP は、年、月、日に、編集図に、県の、霊園で、その霊園に父親を埋めている人物からの、私たちのお墓が壊されて植物が咲いている、といった報告から露見しました。その後、関係者には記憶処理が施され、墓場が整えられた後に SCP-256-JP は全て回収されました。その後の実験で、SCP-256-JP-A から SCP-256-JP が生じることが明らかになりました。まあ、どうせ墓場以外に埋められる輩なんてろくでなしぐらいしかいないだろうから、墓場にだけ注目するのは良いことか。そうじゃないと骨が折れる。博士。ほい。霊園で咲いていた SCP-256-JP の記録。一部抜粋、アイテム記録 256-A12。人物、家の墓、死は、生前は周りの人々に慕われていた。植物、紫色の花びらと白い花柄、葉を持った、メートルの高さの合弁花の未知の植物。後の実験から、この花から SCP-256-JP-A ができることが明らかになった。メモ、引きずり込まれそうになるぐらい綺麗な花だな。大きい分、種が多すぎて B クラスが咳き込んでいたが、博士。アイテム記録 256-B4。
人物、家の墓、一族は、年前に断絶しており、墓石には苔が生え切っていた。植物、触ると動く黒色のシダ植物、精査の結果、この植物には有効な薬効と毒素が両方あることが明らかになった。アイテム記録256、B21。人物、死の墓、衣装には非常に力が込められており、かの墓石は苔がついているが、非常に豪華な外装だった。植物、全体が金色に染まり、重なって、メートルもの高さを持つ苔植物、触ると風化するので、収容はできていない。目も、なんだか意味深な植物が咲いたんだな。こいつの評価がどういった感じだったのかよくわかるよ。博士。アイテム記録256、I1。人物。霊園の隅に密かに立っていた小さな墓石。下に埋まっていたものの特定はできていない。植物。銀色の葉を持つイネ科植物。葉は非常に鋭く。うまく使えば石すらも切ることができた。ご視聴ありがとうございました。また見に来てくださいね。ぜひチャンネル登録またはお気に入り登録をお願いしますですん。ですんですん。